今回紹介するのは「まる脳の人」という本です。パリの素敵なおじさんの著者が次に出会ったのは、農家の変なおっちゃんだった農業レボリューションに挑む規格外の人たちの物語、波乱万丈は人生の醍醐ご味だ。この本は作者も含め、登場人物が一般的には変わり者扱いされているような人たちばかりで。 とても親近感を覚え人生こぐでなくてはと一人納得してしまいました巷またにあふれる情報に流されることなくしっかりと自分で考え直感を信じ納得いくまで突き進む間違いも失敗も大いに結構だからこそ人生は楽しくなる今ある常識を疑いもせず終始周りの目を気にして自分を押し殺していては 何のためにこの世に生を受けたのか分からなくなってしまうでしょうこの本の登場人物は皆さん揃って自分に正直に生きていると思えますそして今までの常識をひっくり返すであろうすごいことを直感を信じて周囲に幸せを振りまきながら楽しく農業に没頭する人たちそんな皆さんにエールを送りたい以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。